英語の肝、一番大切な部分、これは単語と熟語です。熟語というのは単語が2つとか3つ組になって1つの意味を作っている、こういうものを熟語と言います。この単語と熟語、これを覚えていなければリスニング、長文問題、英作文、そして文法問題、どの問題も解くことはできません。ですから英語が苦手という人は実は単語の部分がね、しっかり覚えていない、こんな風に思っています。だからまず単語と熟語の部分しっかり覚えちゃいましょう。どんな風に勉強すればいいか、中学生なら教科書に出てくる単語、そして熟語の部分を発音と意味を合わせて覚えていきます。英語が読めてすぐ意味も理解すると、すぐですね、そうなるまで練習してください。